はい、どうもこんにちは、こんばんは。ジーマンを知ってるよって人は高評価、どうもつりふぃです。クアームがさ、なんかほら、なんかなんだ、不調でさ、これ自分のこの口の高さにさ上げてもさ、ビューンって落ちちゃうんだよこれ。でしかもこのマイク結構口元にないとさ、あんま声が入んないのね。ちょだからちょっと新しいのね、一応買ったんですけど取り付けるのがめんどくさくてね、全然取り付けてなくて、最近ねなんか声ちっちゃい動画とかが多いんですけど、まあなら僕の声ね大きくすればいいじゃないかということで、今日も大きい声で頑張っていきましょう。早くね新しいマイクアーム取り付けろよってね思う人は高評価教えてくださいということで、今回はなんですけど、今回はねスキビリトイレを出す前にダファックブームさんが作っていた作品をね見ていこうかなということで、まあ、今回見ていくのはですね、なんとGマンが登場します。はい、スキビリトイレに登場する前のGマン、そして最近ね、まあ、68話のパート2が公開されたと思うんですけど、おそらくねまあ同じ場所なんじゃないかっていう場所がちょっと使われていたので、まあ、普段とは違うねダファックブームさんの作品が見れそうでちょっと楽しみなんで、早速見ていきたいと思います。さあということで早速に見ていきたいと思うんですけど、今回見ていく動画はですね、Make Your Time っていう作品ですね。はい、これダファックブームさんが5年前ですよ。いつ言った5年前、2018年コロナ前とかって考えたら結構前よ。まあとりあえずちょっと見ていきましょうか。さあということで、これはどんな話なんでしょうか。もうね僕も全然下調べとか何もせずに、見ているのでちょっとあれなんですけど、あ、そう、待って、ちょ、先に説明していい？この場所が、今回、パート68話で登場したシーンと同じ場所なんじゃないかって思ってる場所。ちなみに、ここのシーンの場所ね。キビリトイレの68話の、このパート2のここね、この場所。まあ、ちょっとそれだけ伝えたかったんで、先に伝えてきました。まあ、もう一回見てみましょう。さあ、ってことでね、はい。なんか、若干似てない？なんか、若干似てるよね、この場所。なんか、まあ、壁の色合いとかさ。だから、同じのワンチャン使ってんじゃないかなって思ってるんだけど、そう。なんだこれ。え、何した？おお、びっくりした！ G マンがいた！え、びっくりした！なんだ？結構びっくりしてるね、この人も。いや、僕もびっくりした、今。お、G マン。なんだ？うわあ、こいつマジで、ちょっと待って、この G マン、ほんとに、ゲームを変えたいだって。なんか、試合は2分で終わります。ほら、超自然な力を使わずに。シミュレークリア。え、どういうこと？うわあ、何？ねねねね、なんか勝負するみたい。まあ、とりあえず、ルフ曲げて何？うわあ、消えた、怖い、ジーマン。怖すぎる。なんだ？これなんか、なんだこれ？うわあ、手につけたよ。何これ？プリペア岩、タワごとだって。2、1、なんだ？なんか始まったよ。鍵のかかったマシーンでおはようございます。どういうこと？マキナに乗ってる前とか出てくる。え、どういうこと？鼻くそ鼻くそ。何が起こるのこれ？え、ちょっとわかんない。何が起こるのこれ？なんかラジオみたいなの流れてるけど、電車の中で。何かが起こるぞ。この状況が気に入らないなら、まあ、出て行ってくださいみたいなね。なんか怒ってる。好きなよ。あ、やばい。なんか壊したんだけど大丈夫？なんだ？それなんかおかしくなった。あー、で、やばい。前もちょっとダファックブームさんの作品見たことあるんだけど、なんかやっぱおかしいの来るぞ、なんか。ちょ、理解ができないのが来る、本当にダファックブームさんの世界観が。なんだ？オーマイガースピードってあるんだけど。おい、爆速じゃないこれ。え？スピード出ないんかい。おい、おい、ジーマンが笑っとるって。おい、ジーマン消えたよ。なんだ？押してるけど。いやいや、押せないだろ。いやいや、そうだよね。それ諦めた方がいいよ。引けない、引けない。押せないなら引けないよ。うん。え、何？ちょ、何この音。何？あ、ジーマンがなんか、また出てきたよ。え、何、何、何？走ったぞ！お前が走るの？乗んないで！乗んないで走るの？え？何、何、何？すごい、もう意味がわからん。ちょ、だって。ダメだ！意味わからんけど、作品として成り立ってんのすごいよな。わわわわわ、ちょ、わあ、警備員が、ああ、セキュリティを突破しちゃった。何やってんだよ。お前も大丈夫なのか、セキュリティ。ちょっと待って、なんだこれ。また走ってくんじゃないの、ほら。新聞が顔についちゃってるって。わわ、やばい、ああ、危ない。よかった。ああ、でも、ああ、爆弾みたいな、それ、そうだよね。なんかミサイル作ってるけど。もう、あー、爆弾爆発しちゃったって。お前危なすぎるって。何やってんの。ちょ、何この作品。落ちてない。おお、浮いてたな今一瞬。うわ、なんかこの外の場所もさ、なんか若干似てない。
でもほら、前のパートの回にほら若干似てるよね、この壁のあの崖のさ質感とか。え、うわなんか投げてるけど大丈夫なん、投げて、もう首がそういうことになってた今。うわーバカじゃん、何やってんだよ。あーお前のせいだ。ちょ、何もう最何を、え、超身体能力やばすぎるでしょ。寝てるし、寝んな寝んな、何寝てんの。うわー寝ちゃってるけどどうすんの。うわー、え、やばくない、大丈夫。あーどうなってんの。うわー何これ何これ何これ、もう何がどうなってんの。え、うわーなんか出てきたよ。ちょ、あ、足、あ、歩くの遅すぎるでしょ。お、なんかロボットがいる。え、これ何、え、これどういうこと、何が、何をしてんの。え、なんかもう目的が分かんないんだよねこれね。なんか突然走り出したけど大丈夫それ、ぶつかんない。あーもうボロボロじゃん。あーもうここもうヤバすぎるって、火事起きてるって。さあそこも通って、さあ電車がもうありえない速度で走ってるよ。なんだ、あー全裸、おーい骨になったって、お前ヤバくない大丈夫それ、ヤバくない、ヤバくない、ヤバいよヤバいよヤバいよ。あー入れたんかい、運良すぎるだろう。そう、お、ついたよ。え、なんか通っついたけど、これこれなんかGマンとの勝負に勝ったんじゃない、ワンちゃん、わかんないけど何の勝負してたかもわかんないけどね。え、開かないって。え、なんでなんで、うわうわうわ、お前最悪やん最悪やん、おいおいおい、めちゃめちゃ最悪やん、何やってんの。え、なに、やばあと22秒しかないよ。あ、やばい腕が、え、さっき割れたじゃん、さっき保護ガラスみたいなやつ。あ、やばい、時間が時間が時間が、これ大丈夫なのこれ。あーバカじゃん、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばいよやばいよ。え、どうなんの、え、おー今になって、あ、もう遅くない、もう遅くない。あ、開いた、開いたわ開いたわ開いたわ、あ、着いた。え、え、あ、着いてよかったじゃん、時間、時間制御、あ、あ、あ、ジーマ、あ、はい、Congratulations, あ、おめでとうございますだって、うん、あなたは時間通りに到着しました。これは、え、どういうこと、I added 1 minute to your watches while you were busy jerking around. これあれから時間通りに会社に着くかみたいな戦いしてたのか、やっとわかったわ。 I will give you a second chance. え、あなたは結婚しなければなりませんだって、どういうこと。You will need it. うわー怖っ、ジーマン怖っ。え、なんだ、あ、またまた多分勝負始まったんだ。あ、終わったわ。理解が、理解するのやっぱ難しいねこの作品ね。ちょっと一応日本語の字幕つけてたけど意味わかんなかったもん、ね、これ結局何を戦ってたのこれ。なんかこれあれだよね、職場に向かう途中だよねこれね。うん、電車乗って職場向かおうとしてた時になんかこのGマンがいて、なんか勝負挑まれるんだよねここでね。まあということで、あのこれのね続きもあるんでちょっと見ていきましょう。さあということで、なんだよ、あ、ほらまたタイム始まった、これ2分の戦い、戦い多分またあれでしょ、これ何するのこれ。え、はぁ、だって、え、これ何の勝負。え、またなんか急いでるけどさ、なんか制限時間があるんだよね。あ、ジーマンか。え、何、え、何やってんの何やってんの。あ、もうやばいやばい、なんかすごいすごいすごい、どうなってんの、武器持ってるけど。え、うわもう最悪やん。あ、もうすごいすごいすごい、あ、いるよ、警備員の人。あー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 、もうやばい、あ、大荒れ、大荒らししてるけどこの人大丈夫、ジーマンのせいでおかしくなってない、なんかさあ、大丈夫か、避けれる、あ、やばい、やばくない、うわあああああ、あ、もう自殺しちゃおうってことね。なんかいるけど、おお、お前それ何、何、何、そこでゆっくりしてる、おい、顔が、顔が、あーあああ、何やってんねん、何やってんの、字幕、うわぁ、何やってんの、あー、時間が、時間が、あと1分しかないけど大丈夫。え、これ何、お、なんか服、なんかやばい、スピードが速くなった。おお、なんかく、え、すごすぎるでしょ、なんか顔の動きが。トイレットペーパー欲しいとか言ってる場合じゃないよ、上げすぎ上げすぎ、うん、暴力もうそれ、うん、それもう警察捕まる、もう傷害罪、あー
うん、もう足動いてなかった今。やばい、大丈夫なのそれ、大丈夫なの、なになになに、多分あれだよね、これなんか会社から出ていく RTA みたいなのしてるんだよね多分ね。あー、お前そこそこ捕まってて大丈夫か、切っちゃダメだろ。あー、最悪すぎる最悪すぎる。さあレーザーに注意してくださいって、おかしいでしょ。あー、もう人殺しすぎー。あー、ゴールン、 There you are。 やばいよ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 、時間が、うわもう最悪最悪最悪。あー、やってるわもうこれ。あー、もうちょっと強すぎんだろお前マジで。うん、もうサッカー、超次元サッカーやっちゃってる稲妻イレブン。もうさあ、もうなんで落ちる、なんで落ちんだよなんで落ちんだよ。いや待って、5秒しかないけど、なんだ大丈夫か、2秒1秒、うわー破壊した。え、何何何、なんか変な世界来てるって。はい、ちょっと、なんかすごい手のポーズがすごかった今。あ、もう死ぬやん。あー、え、何、生きてる生きてる生きてる。え、なんだ、なんか消えみたいな、真実を伝える時が来た。だってスーツを着た男性、彼はあなたを利用します。だって私たちこのショーの一員です。この特典に有効期限はありません。え、どういうこと、でも助けてくれたら逃げられるよ。だってどういうことだ、彼が来る、後で行儀よく。ジーマンが来たよ。だからなんか利用されてたってことでしょ、このジーマンに。まあステージをクリアできたようです。だってなんだ、ゴーデン・フリーマン、話聞いてないよ。フリーマン、ignoring me。 利用されてるみたいなの聞いたから話聞いてないってことでしょ。なんかもうすごいポーズ、もう笑ってるよ。やばい、え、なんだ、声が低くなる。もう全然聞いてない、全然聞いてない。痛そう、痛そうどころじゃないけどね。なんだ、なんか時計についての会話してるけど、ノーって書いてあるよ。え、なぜ私が聞くのですか。え、やばい、時計取られたよ。あ、やばい、また時計渡される。あ、やばい、また始まっちゃうよ戦い。It's the name of the level. Just in case you didn't get the joke. 彼のゲームですって。大笑いって何が面白いかちょっと僕全く分かんないんだけど。うわ、テレポートさせられたけど。予期せぬ結果。え、どういうこと？あ、戻ってきた、さっきの世界に。え、大丈夫、死なない？あ、生きてるんかい、生きてるんかいお前。ん？やべ、なんか始まっちゃったよ。なんか書いてあるけど、これなんて書いてあるの？ん？ G ウォッチって書いてあるよ。え、なんか書いてあるけど、これまた始まるんじゃないのこれ戦い。ねえ、そういうことじゃないのこれ、違う？これで走り出したら始まるよ戦い。ああ、違うっぽいな、あれ違うっぽいけど、えー、もうよくわからんちょっとよくわからんけど、でもね、おもろいんだよ。うん、ほんとスキビリトイレも最初さ、よくわかんなかったけどおもろいかったんですよ。これもよくわかんないけどおもろいわ。ということで、最後の最後までちょっと内容はよく理解できなかったんですけど、どうでしたか。まあ、なんか博士みたいな人とジーマンの戦いだったよね。まあ、このジーマンがこんなんじゃねえ、そりゃスキビリトイレのジーマンもあんなになりますわ、あんな最強になりますわ。まあ、てな感じでちょっとこの動画がまた好評だったらね、ダファックブームさんの他の作品も見ていこうかなと思います。ということで、なんか僕のリアクションだったりがちょっとでもいいなと思ってくれた人は、僕のチャンネル登録とね、通知音にしてください。そしてこの動画に高評価もよろしくな。ということで、あともちろんね、概要欄にダファックブームさんのねチャンネルは貼ってあるので、ダファックブームさんのねチャンネル登録してない人はぜひしてください。ということで、今回はねこんな感じで終わります。ではバイバイ。